キャノンはフラッグシップモデルの 1K に対し、プロの機材として最高の性能と最高の信頼性の実現という一貫した哲学を持っています。このうち最高の信頼性については、製品の品質とプロサポートスタッフによるサポートという2つの面があります。設計の初期段階でコンピューターによるシミュレーションを活用し、例えば落下に対する耐衝撃性などを検証してボディの堅牢化を図っています。シミュレーション技術の進化により仮想検証できる範囲は大きく拡大していますが、最終的には全ての機種に対して実機を用いた様々な信頼性試験を繰り返し実施しています。さらにフィールド環境でも一連のワークフローテストを行い、細部に至るまで改良を重ねることでアプリソフトやアクセサリーを含む EOS システム全体の品質を確立しています。ONEの称号は一切の妥協を許さず、プロの道具として高い期待に応え続けられるフラッグシップカメラのみに与えられます。プロは雨の中や灼熱の炎天下、氷点下の極寒の地でも長時間撮影しなければならないことがあります。プロ用カメラはこうした環境下でも確実に作動しなければなりません。ですので 1K の機種は通常の機種よりも厳しい条件で品質試験を行っています。例えば耐温湿度試験では、砂漠やヒマラヤ登山を想定した環境で性能評価を行い、防滴試験では雨の中での使用状況を模した条件で防滴性能を確認しています。またダイヤルやスイッチ類などのカメラの主要操作部材に誤操作を防ぐためのロック機構をつけていますし、外装の塗装も一般の機種よりも強い塗装を使っています。1K はフラッグシップカメラとして一貫した品質のフィロソフィーで作られています。ミラーレスになった EOS R1 も 1K のフィロソフィーを受け継ぎ、品質基準については、従来の 1K と同様、妥協のない厳しい規格をクリアしています。そしてさらなる進化として、信頼性と使いやすさをとことん追求しました。まず大容量バッテリーに対応し、消費電力の低減と優れた放熱構造により長時間撮影を可能にしました。また EOS 史上最も大きく見やすいファインダーには曇り止め機構を装備しており、ファインダーから目を離すことなく被写体を追いながら様々な情報を的確に確認できます。それ以外にも、我々はプロとともにフィールドテストを行い、その声を聞き取ることで使い勝手を徹底的に磨き上げました。例えば高いデザイン性と安定感を実現したクロスパターングリップの採用や、より幅広いニーズに応えられるボタンのカスタマイズなどはその成果です。このように決定的瞬間を逃さないプロの撮影を支える配慮が EOS R1 のあらゆるところに盛り込まれています。プロフォトグラファーは仕事で何十万回もシャッターを切りますし、決定的瞬間を捉えるためには、雨の中、灼熱の炎天下、マイナス何十度という極寒の気候の中などの過酷な環境下で撮影しなければならないケースもあります。プロの機材というのは、そうした厳しい条件でも確実に作動することが求められます。しかし、フォトグラファーや映像クリエイターが安心して撮影するためには、撮影機材が優秀なだけでは不十分で、メーカーによる人的サポートも非常に重要な要素になってくると思います。例えば日頃のメンテナンスのほか、万が一機材が故障した場合には迅速に修理するだけでなく、代替機をすぐに貸し出すといった対応が世界中どこでもできることが必要となります。プロにとって機材の故障で撮影できなかったということは許されません。ですから、そういったメーカーのサポートがどこまで充実しているかが非常に重要なのです。キャノンはグローバルに CPS を展開しており、世界中のプロから厚い信頼を得ています。キャノンにはプロフォトグラファーをサポートする専門スタッフがおり、日常的にフォトグラファーとコミュニケーションを取りながら機材のチェックや修理を行い、一方で
彼らの意見を聞いて製品やサービスにフィードバックするといった活動を行っています。世界中の大都市にはキヤノンのサービスセンターがあり、常に専門のスタッフがプロの機材のメンテナンスや修理を行っています。また大きなスポーツイベントではプレスセンターの中にキヤノンのサービスセンターが設置され、世界中から集まるプロフォトグラファーのためにカメラ、交換レンズの貸し出しや機材のメンテナンスなどのサポートを行っています。カメラの故障などによりプロが撮影できない機械損失の時間をダウンタイムと言いますが、キヤノンではダウンタイムゼロを目指し、そうしたイベントでは世界中からサービススタッフの精鋭を集結させ、カメラ数百台、交換レンズ1000本を用意して早朝から深夜まで万全の体制でサポート対応しています。こうした信頼できるサポートがあるからこそ、フォトグラファーは安心して撮影に集中でき、決定的な一枚を撮ることができるのです。キヤノンは世界各地の販売会社でトッププロとアドバイザリー契約を締結し、プロ専用のサロンや作品発表のためのギャラリーを設置しております。それはプロとのコミュニケーションを密にし、彼らの創作活動をサポートすることが目的です。優れた写真家や映像作家をサポートし、彼らに作品発表の場を提供することは、素晴らしい才能を世に出していくために重要なことであり、それは長い目で見て写真・映像文化の発展につながるのです。キヤノンはカメラを作るだけではなく、そうした写真・映像文化の発展にも貢献していきたいと考えています。